ホテルチェックアウトして、これからお土産買って高速乗ります。テグ君楽しかったね。とってもいいところでした。那須高原アニマーレプレミアムもすごく良かったね。みんな気さくでね。大学は楽しかったね。今日はねちょっと曇ってるんですけど、これぐらいがいいね。涼しくて気持ちいい気温です。はんはんしてんな大学。気持ちいい気温でした。これから実は YouTube のお友達にまたまた会って帰ります。昨日ねツイッターで那須ガーデンアウトレットパークに来てますってツイートしたら、ってもしかして会えるって近くではないみたいなんですけど、帰り道なのでじゃあうちが行くねってことで、これから帰り道に寄って帰ろうと思います。初めて会うお友達なのでドキドキだね。大学くん、そのお友達もワンちゃんいるので一緒にドッグカフェ行こっかってお店も調べてもらってね。またこの間のね北軽井沢からも帰りみたいでお任せしちゃいましたけど、別のお友達です。楽しみだね。近い。お店に到着しました。今回待ち合わせしたお店は栃木県宇都宮市にあるカフェ&サロンスタイルさん、できたばっかりのお店です。お友達の車、こちらの真っ赤なロードスターに乗っているお友達福丸さんにお会いします。まだね、オープンしてもないから、コチョーランとか。ああ、大学ご挨拶してきた。チーカマコットン。え、チーカ、あ、いたー。あー、猫ちゃんがね、隣に。猫キャカフェ。ご利用の際はスタッフまで。ちいかまちゃん、ちいかまちゃんにゃーって言ってる。あ、ちょっと、ね、上にいますね。あ、ほんとだ、はい、あ、上にあんなところにいた。ほんとだ。あ、大学サイズ一緒じゃん。サイズが一緒だ。あ、ミルクちゃん、こんにちは。くまりさんちは3匹ワンちゃんいて、今日は代表でミルクちゃん、真ん中の次男坊のミルクちゃん来てくれました。次男坊だよね、まだ1歳半です。おー、入ってきた、走ってきた、うん、なんだカフェとね併設してお店の様子もこんな感じ、広い貸し切り状態です。中で遊ぼう。中でタイちゃん、食べさせたことないです。そうなんだ、はい、考えるとか、うん、バネが必要な子たちは、うん、特にバネの多いお肉を食べてると、うん、筋肉しっかりします。ああ、そっかそっか、関節も強くなったりするので。へえ、何それ、お掃除じゃないの。かわいい。たまらないね。いいかでもよかった、あの攻撃的にならなくて、ミルクちゃんと。そうだね、うん、相性、まあそんな仲良しな感じではお互いないけど、でも攻撃的。
うん、攻撃的にはならなくてよかった。あ、ちょっとミルクちゃんが気になってない？タイガの。あ、そうなの。ねえ。あ、こっちがホテル。あ、ホテルなんだ。あ、そっかそっか、本当だ。あ、パグちゃんとコメちゃん。ねえ。あ、実の兄弟です。兄弟の子たちなんですけど、全然違うところにあの女さんが、はい、たまたま。たまたま、そうですね、たまたま。はい。うんうんうん。ちゃんもいる。そうね。ね、今のお泊まり。今のお泊まりの子で、はい。怖がりさんのドリフードルちゃん。できない、できない、すごいくつろいでる。すごいよね、適応能力が。落ち着きがすごいな。そうそうそう、いい子だな。避けてるな。待って。くつろいでますね。じゃあ真っ黒で見えない、ね、顔。あ、女の子来ました、かわいい子。こうね、自由にノリードで歩かせてもらえて、もう全部がドッグランみたいな。いいね、こんな風にマナーベルトもいらないですけど、うちしてるけど、粗相してもいいよって。すごい優しいワンコに、びっくりびっくり。くまりさんとミルクちゃんと別れて、行きと同じ佐野サービスエリアのドッグラン帰りに寄ってます。楽しかったね、タイガくん。室内ドッグラン清潔でできたばっかりだから綺麗でね、とっても親切なオーナーさんでしたね。びっくりしました、あんなリードをねつけないで、もう放し飼いで自由にしていいよなんてね、ところなかなかないですもんね。今回泊まったホテルもそうでしたけど、ホテルだって共用部分ではリードつけてなきゃいけないのにね、ドッグカフェでまさかあんなに自由に歩かせて走らせてもらえるなんてびっくりしました。あとね、マナーベルトも必須じゃないんですよ。つけようとしたら逆にいいですいいですなんて言われちゃって、つけなくていいです、いやでもうちそうそうあのマーキングしちゃうんでって言ったら、いいんですいいんです吹きますから私なんてね、オーナーさんに言われて、いや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 みたいな、一応せっかく持っていたからつけさせてくださいって言って止める制止を払って無理やりつけさせてもらっちゃいましたけど、そのぐらい親切というか甘いというか、びっくりでしたね。もちろん基本的な狂犬病の注射、混合ワクチンの注射してるかっていうね、チェックはもち決まり上の
チェックはありましたけど、びっくりでしたね。あんなとこ初めてだね。で、実際やっぱり、マーキングしちゃってる子いましたけど、もう本当全然気を悪くせずにお掃除されてましたね。ソファー、革張りのソファーなんだけどね。まあ本革かどうかはわからないんですけど、ソファーだったりするんだけど、うちはやっぱり、ソファーのね、その上に登っちゃって、よその人のカバンとかにね、最悪お店の方はどこまで言ってくれてるからあれですけど、カバンとかにね、やったことないですけど、おしっこかけられちゃったらもう大変なので、一応持ってたからね、学べるとしてましたけど、びっくりしました。今日は曇ってます。さっきまで雨降ってた。こっちもなので濡れてますね、地面が。お隣には大きな大きなシェパードちゃん行っております。シェパードちゃん、タイガ君と遊びたそうでした。大学もお隣が気になってましたけど、ちょっと体の大きさが違いすぎるので遠慮してもらってますね。大学もう佐野まで帰ってきちゃえば、あとうちまで残りわずかなので、ここでゆっくりして佐野ラーメンお土産ニーニーに今買ってきてもらって、ニーニーは佐野ラーメンお土産に買うけど、さっきもドッグカフェでハンバーグプレート食べてたけど、そのラーメン食べてこようかなって言ってました。なので、まあここドッグランもついてるので、おトイレ休憩もしてゆっくりして帰ろうと思います。今回の那須高原旅行以上になります。最初から最後まで見ていただいた方、ありがとうございました。またすぐにでもね、季節がこれからいいので旅行行きたいね、大河君。またの旅行動画もお楽しみにお待ちください。最後までご視聴いただきありがとうございました。